南雲風花です。今回はじゃーん、またまたグレイルで1万円分購入してきました。はい、ということで前回あげたばっかりのグレイル動画あるんですけど、今回はもうその後に田中みな実さんとグレイルがコラボしたアイテムが発売されてたので、めっちゃ可愛いと思ってちょっと買ってみました。それでは早速スタート。ピー、私がね今回一番買ってめちゃめちゃ気に入ったワンピースがめっちゃ可愛いよ。フロントギャザー切り替えワンピースです。ブラック、ラベンダー、ベージュがあって、私は S サイズを購入しました。では早速着替えていきたいと思います。はい、着替えてきました。ねえ、 S サイズか M サイズ迷ったんですけど、ちょっとちっちゃいかジャストサイズの方がめっちゃ綺麗に見える。ほら、ウエスト部分とかねめっちゃ綺麗に見えます。私はライダースと合わせて行きたいと思います。あとね、ライダースに合わせて去年チャールズ&キースで買ったこの、なんていうの、ローファーと合わせていきたいと思います。はい、全身に見るとこんな感じです。私ベージュ頼んだんですけど、薄ピンク見たくない、こんな感じ。めっちゃ可愛いで、なんといってもここのね鎖骨めっちゃ開いてるんですよ。胸はねこうしても見えないのでいやらしさがないんですけど、普段の V ネックよりもさらに開いた感じの鎖骨見えなので、お顔もスッキリするので私の大好きなワンピースです。次、はい、お次はですね、グレイルってランキングがあるんですけど、ランキングに載っていたアイテムです。こちらボリュームスリーブショートニットトップスです。お色がブラック、ブルー、イエロー、ピンク、アイボリーがあるんですけど、私は S サイズ購入したんですけど、他のカラーとか10月下旬入荷なので気になった方は早めにチェックしてみてください。スキニーが似合わないので、田中みな実さんはスキニー履いてるんですけど、ちょっとね真ん中にセンタープレスが入ったグレイルですね、ちょっと前に購入したパンツを合わせていきたいと思います。スタート。はい、着替えてきました。で、もうめっちゃ感動したのが、ここがねしっかりなってるんですよ。ここなんかねしっかりなってるからずり落ちない。こんな感じでね下向いた時もしっかりしているので大丈夫です。で、丈感は本当に短い、普通のトップスよりも短いので、なんかここがねダラーンとなったりみっともなくないので、すごいパンツとバッチリです。で、グレイルのイヤリングめちゃめちゃ種類が少ないけど、会った時めっちゃ可愛いんですよ。こんな感じ、可愛くない？こんな感じの長めのイヤリングを購入しました。可愛いな。え、これモテますよね、これ。絶対モテるよね。はい、全身で写すとこんな感じです。なんかね、デニムと合わせてみたんですけど、デニムはちょっと相性が悪かったです。なので、白か黒のパンツ系がおすすめです。次。ねえ、やっぱりこのピアスが可愛い。はい。はい、続いては、こちら、スカートとトップスのセットアップを購入しました。で、これがお値段がなんと2099円で、今ね、ちょっと見ると、10月上旬に入荷予定になっております。なので、ちょっと気になった方は、10月上旬チェックしておいてほしいです。それでは、セットアップ着ていきたいと思います。スタート。はい、着替えてきました。で、ちょっと今回は、一つ結びにしようかな。大人っぽ。なんかね、スカートをインせずにベルトを巻くみたい。でもね、私のなんか顔つきなのか骨格なのかわかんないんですけど、ナチュラル系が流行ってるじゃないですか。カスタネさんとか、スウェット系とか、ボーイッシュ系、ああいう系私本当に似合わないんですよ。私こういうのパジャマっぽいかもしれない。似合う？せっかくセットアップで2000円ってめちゃめちゃ安いけど、うまく着こなしたいので、ちょっとバラバラに着ていきたいと思い、ちょっと丈が短めのパンツにローファーを合わせて、で、このね、ベージュのニット、大人カジュアルに着こなせる。かわいい。え、めっちゃいいね、これ。次。はい。着替えてきました。え、めっちゃ可愛くない？どう？なんかね、このスリットが大きめのティティベイトで購入した、このね、カットソーと、
スカーフを巻いて、で、一つ結びしての、長めのこの可愛らしいピアス。1000円のスカートに見えないよね。もともと、生地感も柔らかくて、チクチクしない素材なので、こうやってね、セットアップ苦手な方は2000円だし、ちょっとチャレンジしてみてほしいです。あとね、これめっちゃ質問であったんですけど、去年フレイ ID で購入しました。これ結構高かったんですよ。5000円とかしたんですけど、あのね、めっちゃ使える。これあるだけで、ちょっとあるのとないので雰囲気変わるし、1年中使えるから、ちょっといいスカーフを買うと一気にね、高見えして見えるので、おすすめです。次、はい、お次は、リボンベルト付きケーブル切り替えニットワンピースを購入しました。なんかね、田中みな実さんがダークピンクを着てるんですよ。で、ダークピンク買うのって私たちなんかちょっと勇気あるじゃないですか。でもね、田中みな実さんに惹かれて、私は2399円だし、ブラックとダークピンクをチャレンジしてみようと思いました。で、他のお色はベージュとモカがあります。多分このモカは本当にピンク寄りのモカだと思います。じゃあまず安定の多分着こなしやすいブラックから挑戦していきたいと思います。スタート。はい、黒着てみました。やっぱ安定に可愛いね。こんな感じで私は S サイズ買ったんですけど、これもぴったりフィットしました。ニットなので、オールバックと濃いめのリップを使っていきたいと思います。いつもね、濃いめのリップ使うときこれなんですけど、発色といい、色味といい、このね、3CE のやつが安定に可愛い。やば、ちょっと濃く塗りすぎた。調子こいた。待って。なんかね、こうちゃんが言ってたんですけど、なんかいつもおろしてるじゃないですか、女の子って普段。私もおろしがほぼ、もうめんどくさいから、もう巻くだけでおろすだけなんですけど、なんかある日突然こんな髪型とか、お団子にしてきたら、ドキッてするって言ってました。S サイズ買ったんですけど、見えるかな？めっちゃ長いです、これ。こんな感じ。魔女みたい。なので、これを着るときは、ちょっと高めのヒールを履くことをおすすめします。私はね、ちょっと2年前くらいに購入した、一時期流行ったよね、この形のブーツ。ほんでもって、ウエストがめっちゃ綺麗に見えます。なんか冬の黒ってめっちゃ可愛いよね。こんな感じで、黒を着ることが多いので、差し色がないなと思って、あえてコートを、めっちゃ派手濃いピンクを2年前に買ったらね、それがめっちゃ使えて、スマイデルで購入したんですけど、こんな感じで黒とピンクの組み合わせをよくしてました。めっちゃ使っとったこのピンクのコート。可愛くない？ちょっとこの格好に合うかな。次！待って。めっちゃ、さっきのさ、ワンピース不良品だったかもしれないです。なんかこれ着るとね、すごいちょうどよかった。多分さっきのワンピースは間違いです。ごめんなさい。こんな感じで丈感もちょうどいいです。これも S サイズを購入しました。いやー、みんな申し訳ない。ちょうどよかったんです。びっくりびっくり。で、ダークピンク着てみたんですけど、すごい着やすいよ。結構深みのあるピンクなので、着やすいかなって思います。ウエストの切り替えがね、ここら辺じゃなくて、このすぐ胸の下に切り替えしてくれてるので、すごいね、着やすいです。ちなみに、今、ちょっとね、ヒールが高いブーツ履いてたんですけど、裸足になると、こんな感じです。終了！はい、今回は田中みな実さん着用のアイテム限定で購入してみたんですが、いかがだったでしょうか？私もね、大人可愛いイメージがグレールの中でなかったので、こういう感じで私のタイプなお洋服ばっかり購入できてよかったです。で、なんか黒のワンピースがちょっと長くて、多分不良品だと思うので、調べたら、商品に不備があった場合は、送料も全部このグレイルさんが出してくれるみたいで、商品を受け取った日から7日間以内に限るみたいです。なので、多分届いたらすぐ確認してみてください。じゃあ、少しでも参考になったら嬉しいです。バイバーイ。あのルーシャンが、ルーシャン、なんか向けない、あのルーシャンが、もうルーシャンが1歳ちょっとなんですけど、あのね、歯磨きがめちゃくちゃ嫌がるんですよ。歯磨きさせてくれなくて、何か対策があったらワンちゃん飼ってる方教えてください。